お待ち申し上げておりました、岩永様。そうであれば殺人とは選択すべき方法ではないという戒めも得られた。半年もすれば激痛に苛まれてひどい末後になるだろう。このことはまだ家族にも伏せている。しばらくは内密にしてほしい。しかるべき罰があるべきだ。でなければ秩序に反している。秩序に反しているのは認めましょう。そこで殺人という選択肢が浮かぶかもしれない。だから子供たちに、私がスミさんを殺した。子供たちは信じないだろうし、人を雇って殺させたと言っても同じだろう。それを君に協力してもらいたい。知らないままでいるのは心にトゲが刺さったままになるようなものだ。それも解消したいのだよ。シフォンケーキでいいかな。チーズケーキと抹茶ロールも一緒に。またややこしい案件だな。頑張れ。なぜ人ごとのように言う。クロウ先輩にも手伝ってもらうに決まっているでしょう。ええ、条件に当てはまるのが一匹しかいなかったので割合早く見つかりました。無礼千万、我を解放せよ。さもなくば我が妖力でこの地に渡って。お前がやったんだろ。人間を利用して山を破壊させるな。吹雪は狡猾でしたが、結果的にはきっと私の可憐さを妬んだ連中が根も葉もない風文を流しているのでしょう。根も葉もあるだろう。例えばホテルに出た霊が宿泊客を困らせるのにしても、あの景品を先輩の能力で獲得するくらいなら、これは逆さにすると水着が消える不思議なボールペンですよ。欲しい欲しい。自身の行いを罪と認め、子供さんたちにも戒めを与えようとされています。陽子の吹雪もそれで仲間に裁かれるわけですし、人の側も同じくらいの代償が必要でしょう。それを周りが見れば会長さんの選択は正しかったとなりますし、それに会長さんの行いを正すのに私に頼るという選択を取るのがまた秩序の意味では危ういんですが。